日銀は金融政策決定会合を開き大規模な金融緩和を継続することを決定しましたまた今年度の物価上昇率の見通しを2.3%に引き上げました日銀は2日間にわたる会合で日本経済の現状や物価について議論しました資源や食料価格の高騰が続いていることから今年度の物価上昇率の見通しを4月に示した1.9%から 日銀が目標とするに引き上げましたしかし賃金の上昇や需要の増加が伴っていないことから経済の回復を支えるため金融緩和を続けることを決定しました黒田総裁が午後の会見で円安や物価についてどのように発言をするのか関心が集まっています